はい、皆さんこんにちは。今回は2023年5月発売のトミカの最新情報、こちらが発表になったので早速チェックしていきます。まずはタカラトミーさんの公式ページの方だね。3月10日の更新になってて、予約開始日の方が3月31日金曜日になってるね。しっかりとここで予約の方がしておきたいところだね。さあ一つ一つ見ていこうかな。まずはベーシックトミカ、こちらだね。ナンバー64番ホンダボクシーが登場してきます。通常版と初回特別仕様のラインナップになるね。ブラックとホワイトということなので、このあたりもしっかりとゲットしておきたいかな。まあなんとなくだけど、ボクシーというとこういったブラック系のカラーリング、このあたりのかっこよさって結構際立ってるね。フロント周りのグリル周りとかもいい感じじゃないかな。ヘッドライトを見ると、ここはどうしてもこれはシルバーの塗り分けっていう感じなのかな。まあ、リア周りとかこの辺りは少し期待したいところだね。アクションの方を見ていくと、サスペンションだけになってて、入れ替え商品のところは日産アリアになってるんだね。この辺りもしっかりとゲットしておきたいね。さあ次のトミカを見ていきます。ナンバー115番ホンダ FU655 ラッキーが登場してきます。これも面白トミカというか、農機具っていう感じの働く車というか車両になるんだね。まあ、ここで結構際立っているところで言うと、まあ、車体自体だけではなくて、このフィギュアの部分だね。ここがまさにこれ麦わら帽子みたいのをかぶってる農家のおじさんという感じなのかな。まあ、この辺りもトミカとすると、最近はこういったフィギュアのところにも結構こだわりを持っているところなのかな。アクションを見ていくと、ロータリー回転とマットガード稼働と、あとは人と台座付き、まあこんな感じでコレクションができるんだね。入れ替え商品のところはスバル WRX-S4STI のスポーツ、こちらの部分が廃盤トミカなんだね。まあこのあたりもしっかりとゲットしておきたいね。さあ次のトミカを見ていきます。トミカプレミアムのところになってくるね。ナンバー21番ボンティアックファイヤーバードが登場してきます。まさにアメ車のかっこよさがダイレクトに伝わってくるトミカじゃないかな。フロント周りの部分、この辺りはおそらく塗り分けとかそんな感じだとは思うんだけど、まあ、ここにクリアパーツとかはめ込まれてあったらまた面白いね。フロント周りでいくと、こういったボンネットの部分のカラーリングの部分とか、あとホイールの部分もかなりかっこよさが伝わってくるね。そしてアクションの部分が結構いいところじゃないかな。サスペンションと左右ドアの開閉アクションということなので、この部分だね。ドアの開閉アクションがついているということで、ここはかなり期待感が大きいね。まあ、こういったトミカプレミアムでアメ車が登場してくるということなので、しっかりとゲットしておきたいね。そして次を見ていくと、特にここからはまだ公表されてないね。なので一旦こちらのファイヤーバードの部分とトミカ2車種っていうところになるね。そして2023年4月発売のトミカでシークレットになってやった部分は、フェラーリデイトナー SP3、こちらのモデルが登場してくるんだね。まあ、前評判通りというか、まあ、レッドとブラックのカラーリングになっているので、このあたりどちらもしっかりとゲットしておきたいね。まあ、その他見ていくと、このあたりでは期待値が高いモデルというと、トミカプレミアムの部分があったんじゃないかな。この下の方だね。ここで見ていくと、フェラーリ3モデルズコレクション、こちらの方も気になるんだけど、やはりこの部分だね。ホンダシビックタイプ R FD2 の通常版と発売記念仕様、この部分はしっかりとゲットしておきたいね。そしてまだ追加になってあった車種っていうのがあったんじゃないかな。トミカプレミアムではなくて、こうだね、トイザラスオリジナルの部分だね。スズキジムニーカスタマイズデザイン仕様、こちらの方が登場してくるんだね。まあ、価格の方もやはり最近のこういった販売店オリジナルトミカになってくると、税込み825円、まあまあいいお値段になってきたね。まあ、この辺りもしっかりとマークしておきたいね。はい、今回は2023年5月発売のトミカの最新情報、この部分をチェックしてきたわけだけど、通常版の部分でいくとトヨタボクシー、こちらの方も初回特別仕様の方がラインナップっていう感じになってるね。そして農機具というか、この部分もちょっと面白トミカというか、この辺りもしっかりと一つはコレクションに入れておきたいね。そしてトミカプレミアムの部分はアメ車が登場するということで、この辺りもサスペンションと左右ドアの開閉アクションまでついているので、しっかりとゲットしておきたいね。まだまだこれから車種の方が追加になってくると思うけど、しっかりとマークしておきたいね。
はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。